いい声で泣きますね。そこで何をしている？近づくと肉が溶けてしまいますですよ。ところでボサッとしてるとカラスに頭をつつかれるっすよ。猫さんとお月見っすか？ひょっとして私猫さんの分飲んじゃった？ごめんね、喉乾いてたもので。ガシカシ、油断していた君も悪い。私がいなかったら間違いなく君はカラスに頭をつつかれていただろう。猫だけがお友達の男の子が渋く決めたって全然かっこよくないって。それにしても君のお友達は遅いですね。あー、綺麗な銃。でもなんで銃持ってるんですか？お前も持ってるだろ。じゃーん、私こう見えても掃除屋なのです。君は？なんか似てるよね、私たち。これももらうね。うまい！ガッサさん、今晩はお友達来ないみたいね。君もお月見はほどほどに。ほら、疲れた。じゃあまたね。朝から何も食ってないもんでさ。さて、注文注文っと。つけはもう効かないわよ。待ってるって。これはサービス。感謝感謝。でもこれが最後ですよ。これで今までのつけだから。そんなボロ時計売れないっての。食えない掃除屋なんてやめて働いたら。いや、俺にふさわしいターゲットがなかなかいなくてね。地道が一番よ。ふるさとに子供とかいるんでしょ？子供？しっかりね、おやじ。ハンゲはバター。あまりくたぶん、いちごじゃんも、いちごじゃんも、いちごじゃんも。バターだくせんだ。あまりくたぶん、いちごじゃんもかの。こうなったら小飽きないで稼ぐか。お前行けよ。俺は別のやつを狙ってるんだ。触れたものは何でも腐らせちまうらしい。いくら180万でもヤバすぎるぜ。育児がないね。いらっしゃい。てえよ、俺がこの間捕まえたやつなんてよ。
アネット。あら、スフェンじゃない、生きてたのね。どうにかな。不景気な顔してるね。ほっとけ。なんかいい仕事ない？大物は持ってかれちゃったわ。タッチの差かよ。27,000ゴールド、20,000ゴールド、15,000ゴールド。この辺りで手を打っとくか。トニー・ケイ、50,000ゴールド。君には無理な相手だよ。怖い人たちに追われています。お願いです、助けて。よし、俺が一丁ぶっ飛ばして。無駄に大巨人鍛えやがって。逃がさないから。セグン、腹減ってるってのに紳士は辛いね。そこまでだ。さあ、美しい極人から離れなさい。さもないとこの紳士が黙っちゃいねえぜ。なんだこの親父、死にたがりの親父登場ってか。親父が引っ込んでな。さあ、お嬢さん、お茶でも飲みましょう。いや、すまないね。こんなに奢ってもらっちゃって。エリナです。気にせず、どんどん食べてください。あなたは、私の命の恩人ですから。いや、それほどでも。あいつら、本当に悪い奴らなのかね。急に襲ってきたんです。あんな恐ろしい人たちをあっさり乗っちゃうなんて、すごい。なに、紳士の義務を果たしただけさ。お名前を教えてください。スベン・ボルフィード、しがない掃除屋さ。すごい腕なんですね。いや、そんなでもないさ。スベンさんに折り入ってお願いがあるんですけど。はいはい、何でしょう。妹。妹？誘拐された私の妹を助け出してほしい。報酬はこれで。なんか似てるね、私たち。サーティーン、任務だ。なんか似てるね、私たち。いや、すまない。最近大金を目にしてなかったもので刺激が強かったんだ。どうしたんだい、こんな大金。妹の身代金にと思って用意したんです。でも助けてくださるならスベンさんに全部差し上げます。妹さんを連れてったやつの手がかりはあるのかい。犯人は分かってるんです。だったら警察に頼んだ方がいいと思うよ。こいつに頼むよりはずっと安心よ。
警察の手に負える相手じゃありません。ん？誰なんだい、そいつは。トルネオ・ルドマン。トルネオ？あの武器商人の。はい。なんでまた武器商人が妹さんを。あいつの正体はギャングです。やってることむちゃくちゃなんです。妹をさらって何をする気なのかと考えると夜も眠れなくて。妹さんも厄介な奴に見込まれたもんだな。やっぱりスベンさんでも無理でしょうか。何をおっしゃいますやら。トルネオなんざ俺にかかれば赤ん坊みたいなもんだぜ、お嬢さん。じゃあ妹を助けてくださるんですね。リンス？うん？あ、いや、さっき使ったリンス、いい香りだなと感激して。エレナ嬉しいです。スベンさん。もっと欲しいのか？しょうがねえな。やっぱり猫が好き？こんばんは。もしかして私に会いたくてここへ？冗談すよ冗談。お、ミルクメッケ！それで私を餌付けしてるとか。図星かい。君喋らないね。何か言えば。素敵な夜ですねとかさ。変だな。え？変な服だな。失礼ね、ジパングの民族衣装よね。かわいいでしょ。別に。こういう時は嘘でも可愛いって言え。気が下げても言わねえ。さて、そろそろ行きますか。行く？実はこれから仕事なんすよ。掃除屋か。さ、今回は久々の大物ですよ。じゃーん。ターゲットはこいつ、プレタグール180万ゴールド。冷酷な殺人鬼でこれまで16人も殺してる女の敵っす。こいつはただの殺人犯じゃない。その通り、化け物っす。目撃者の話では手から腐食液を分泌してるとか。そのおかげで被害者はみんなボロボロ。あんたの手に負えるのか。あれ、もしかして引き止めてる？それとも心配してる？私のこと舐めないでよね。こんなやつ目をつぶってても。その銃でやる気か。殺すのは掃除屋の仕事じゃないっす。綺麗事。銃は人殺しの道具だ。物は使いようだよ。じゃ、私は行くっす。
18人目。19人目です。ちょうど20人目の獲物ですか。私を訪ねるとは奇特なお嬢さんですね。グレタグール、もう誰も殺させないよ。この私を捕らえるって生意気な口を利く女性を見るとやる気が出てきますね。どこ出てきなさい、プレタグール。あなたは記念すべき20人目。さあこれから二人でたっぷり楽しめましょう。なんで逃げるのです。私の言い方、これお気に入りだったのに。確か、なぜ女はいつも私の愛を受け入れてくれない。私はこんなに愛に溢れているのに。さあ私の胸を出せ。化け物、その変な姉ちゃんから離れな。変な？さあ早く離れねえと次は脳天をぶち抜くぜ。私にとっては銃弾なんてポトリですよ。ポトリポトリポトリ。銃など無駄です、無駄。どうかしら。ブレタグール確保。なぜ奴を撃たなかった。なんでですかね。まあ強いて言えば撃ちたくなかったからかな。撃ちたくなければ撃たない。うん、我ながら正解。じゃあまた。大丈夫、握手しても解けないよ。どこが似てるんだ。え、こないだ言ったろ。あれはあれだよ。君も私も屋根の上が好きなんだって。え、それだけだよ。サーティーン、ベルゼか。なぜ召喚を無視した。まあいい、今回は罪に問わないでおく。緊急の任務だ。仕込みは完了っと。本当に行くのかい。紳士として無垢な女の子を見捨てるわけにはいかないだろう。用心しな、エルナって女今一つ信用できないよ。気の毒な女性を疑うのは俺の紳士道に反するのでな。スベンさん、私も行きます。何？妹が心配です。足手まといにはなりません。妹を助けたいんです。